住吉山トンネル両トンネル間の線路用地群、名トンネル、厚見川橋梁家橋予定地住吉山トンネルは、山形県鶴岡市にある、鉄道用として作られたトンネル。JR 東日本宇越本線の小岩川駅、厚見温泉駅間に1978年から1984年まで6年間かけて建設され、トンネル自体は竣工したが、その後未使用のまま放置されている。 本校では、同区間で同様の状態にあるもう一本のトンネル、宮名トンネルについても解説する。高度経済成長期の増え続ける輸送量に対応するため、日本国有鉄道は幹線の線像、電化を推進した。しかし、日本で一番の大動脈である太平洋側の路線の工事を優先したため、日本海側の裏中幹線は着手が遅れ。 植越本線の先祖工事着手時には、すでに鉄道を輸送の衰退が始まろうとしていた。結果として、植越本線は、先祖工事完成前に、国鉄の財務状況の悪化に伴い工事が中断され、部分伏線に止まることになった。植越本線の小岩川駅厚見温泉駅間では、既存線を廃止する新線伏線化を計画し、小岩川駅側から住吉山トンネル、 宮名トンネルの2本のトンネルを新造して、領域間を直線的に結ぶ予定であった。どちらのトンネルも竣行しているが、領域からトンネルまでの間及び両トンネル馬は、用地こそ確保されているものの工事は未着手で完全に孤立した状態になっている。また、トンネル内の軌道工事も行われていない。近年無越本線高速化や、 特に冬季の自然災害が多い沿岸路線に対する安全輸送の確保のため、このトンネルを活用する案が出されている。しかし本トンネルを通る新線を開通させるためには、厚見川橋梁の架橋、トンネル間接続のためのり土、トンネルの補修が必要であり、反面これらの残工時にかかる費用が約75億円と、莫大な割に時間短縮効果は約1分と小さく、 強風による規制が行われやすい区間は、同区間以外にも、多数あり、また、輸送力が、現行設備で十分などの理由により、具現化は、非常に難しい状況である。ABCD 高速化改良の検討、新潟県、鳴門予建設株式会社施行実績、都道府県別一覧山形県振興の歩み P15、品野川工事事務所広報厚み縮殺版、 第2巻、P676 山形県鶴岡市、ありがとうございます。